F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。僕らは何に夢見て、どこへ向かうべきなのか、裏切りや駆け引きの中手にした、勝利にどれほど価値があるのか。太陽は断ち切れぬ宇宙を抱えても、み照らし続ける、強く儚き者よ、この手を引き導いて、真実と呼べる場所であるなら、戸惑い傷ついても、この聖戦の向こう、まだ答えは見えない。このクリフォトは超楕円軌道の惑星だ。現在は太陽に最接近する時期なので観光客が増える。観光客が増えれば公営ギャンブルの配当も跳ね上がるってわけか。決勝レースでのコース状態は天候次第です。このような過酷な環境ではプラズマ回路出力特性をベストに持っていくこと。最終コーナーはグリーンゾーンギリギリまで下げれば回りきれるようです。そこまでならストレート前半で十分トップスピードに戻せます。わお。ダッシュプレートの配置を記録しておきました。皆さんのマグネットにも転送しておきますね。見習い隊員のルーシーです。メカに強いのでクラッシュの下で働いてもらいます。わしの元でよろしくお願いします。わお、一周目からこのタイムかよ。入れ込んでやがるな、リュウ。しかし、まだコースとの相性を見ているところだ。暑くなるには早いぞ。そうですね。こういう気温の高い星ではブースト圧を抑えて冷却剤の効率を上げた方がいいんじゃないでしょうか。お、よくわかってるな。へえ、俺のアストロロビンの専任になってもらおうかな。変なマシンが竜を追尾してる。なんだって？気のせいじゃねえか。こちらババ、前のマシンのこと分かってやすかい？こないだのグランプリでキャプテンファルコンの野郎と最後まで勝ちを争ったやつですね。今のうちに潰しときますか。慌てることはない。相手は強い方が戦う楽しみも増える。すまない。いえ。なんてコースだよ。ノイズだらけでやってらんねえぜ。有視界ドライブじゃ全盛期のやつにはかなわねえな。おい竜、ダウンフォースをいじってみた。軽く回ってみてくれ。ああ。竜さん。お前さん、フリー走行で入れ込みすぎだな。このコースは体力を消耗するんじゃ。もっとペース考えろや。
これくらい問題ない。あの空力の変化見るだけなら私が走らせてもいいですか？ダメだ、ドラゴンバードは君には無理だ。 おい、おい、プラズマエンジンスタート。本物の F0 マシン。ジョーディに知られたら怒鳴られるぞ。大丈夫かな。いいかルーシー、3周だけだぞ。グリーンゾーン以上は出すな。コミュニケーターを起動させてない。それにしてもいい度胸じゃねえか。すごい、エレガンスリバティと全然違う。ご存知のようにこのクリフォトでは太陽活動活発化の影響でここ数年完走車が出ていません。そのため賞金額が累積し、宇宙盗賊団をはじめとする犯罪組織がその高額賞金目当てに暗躍する結果になっています。こいつは…よし、どんな野郎か腕を試してやる。あれ、こんな遅いマシンもいるんだ。よし、オーバーテイク。何？女か？ちょ、舐めてんじゃねえ。まずい、ルースのやつ変なマシンに絡まれてるぞ。こりゃ大変じゃて。借りるぞ。おい待て、ちょっとドラゴンバードの性能をバカにしないでよね。止まれルーシー、ドラゴンバードの高速ドライブはお前には無理だ。通じない。どうしよう、ブレーキを踏めば逃げられるかもしれないけど、こんなやつに負けたくない。直線の残りはハーフブロック。いける、私だって高機動小隊の隊員になるんだから。こんなところでブーストか？気がついたが。ごめんなさい、リュウさん。勝手なことして。でも私、皆さんに私のことを少しでも認めてもらいたくて。それよりも、怪我がなくてよかったな。その代わり、リュウのマシンはぶっ壊れちまったがな。レースは明日だというのに、自分のマシンの管理もできないの？待ってください。私が悪いんです。あなたには関係ない。黙ってなさい。悪かった。リュウ、知らなかったでは済まないわよ。今競技委員会で出場メンバーの顔ぶれを聞いてきた。ゾーダもエントリーされている。せっかくのチャンスを君は棒に振ったのよ。ゾーダが明日のレースに。
ここまで来てゾウダの奴を。前に死んでどうするんだ。落ち着け竜、血迷ってんじゃねえ。こんなことになるとは予想外だったな。ったく危ないとこだったぜ。それで竜たちは？さあな、頭でも冷やしてんじゃねえか。と言ってもこの星で冷やせる場所なんてねえか。あん、そして彼らマシンを、あいつら。ゾウだ。一体どこに隠れてやがるんだ。朝までに直すぞ。ごめんなさい、私がドラゴンバードを勝手に。高機動小隊のマシンに関することは全てわしの責任じゃ。今夜は徹夜だ。気合い入れて付き合えよ。はい。ルーシー、マルチ取ってくれ。俺も手伝うよ。リュウさん、私いいって、何も言うなよ。やっぱりここか。ジョディ、ジョディ、まさか。おう、ジョディ。一人でも多い方が早く治るでしょ。俺も手伝うぜ。おいら頑張る。おい、壊さんでくれよ。兄貴、あのマシンには女が乗ってましたぜ。全然楽勝って感じですって。このところ俺たちの大事なビジネスを邪魔する奴らが現れたと聞いている。ブルーファルコンだけじゃねえ、そいつらが何者か突き止めて地獄に送るのがお前らの役目だ。そりゃもう、今度のレース楽しみにしててくださいよ。兄貴の邪魔をする奴はこの俺がギッタギタに倒してご覧に入れます。なんだこれは。いや、これはまだ整備の方が。すぐ交換パーツを用意させますぜ。お前が整備の責任者だったな。はい。そのパーツを使え。よし、終わりじゃ。なんとか間に合いましたね。よく頑張ったな。お疲れ。皆さん、ありがとうございました。さあ、少しでも体を休めましょう。リュウさん、今日は思いっきり戦ってください。ゾウだと。ルーシー、俺は応援してくれないのか。ジャックさんも。なんかおまけだな。ゾウダのカーナンバーは13、
絶対に負けは許されません。勝ちなさい。イエディ、頑張る。やれやれ、派手なぶつかり合いを私のマシンは得意としてはいないのだがね。やつら自分たちにかけてんだろうが、おめえの強さを見せてやるぜ。お穴はねえ。そうだ、お前には負けない。ふん、そうだ。俺と遊ぶつもりか。こんなレースじゃエンジンが持たねえぜ。妙だ、エンジンの付けが良くない。どういうこと？ドラゴンバードが遅れてる。レース後半を見てろって。なあルーシー。はい。ヒートゲージが上がりきってる。冷却剤を補給しないと。そうだ、てめえ。アストロロビンのエンジンがレベル7まで加熱しています。ジャックさん、エンジンがバーストするわ。燃え尽きな。何？くそ、頼んだぜ、リュウ。そうか、分かったぞ、ルーシー。耐久セッティング？そうです、昨日ドラゴンバードに乗って分かりました。あのマシンは一定以上のスピードになると暴れ出すんですよね。そう、波のドライバーではドラゴンバードの真の性能を引き出すことはできない。だから高速域のセッティングを耐久重視にしてみたんです。最高速は犠牲にしたけど、その分どんなラフバトルでも負けません。竜はレースよりもゾーダに勝つ方が優先らしいからな。こいつ耐久力を上げてるのか。お前が潰れるまで俺は絶対潰れん。このままじゃこっちがバーストするか。逃がすか。うわ、ジャックとルーシーの代わりを返すぜ。なに、俺のスリップに。私もこれ以上ジョディの機嫌を損ねたくないんでね。悪いね、私のマシンはブースト性能だけは S クラスなのさ。そうか、思い出したぜ。てめえだったのか。ああ、21世紀から追ってきたぜ。くっ、うわっ、こう、うわっ、はは。次のレース楽しみにしてるぜ。待て、ゾーダ。ゾーダ。ルーシー・リバティ。はい。これは高機動小隊のプロテクターだ。それをつけた時からあなたは見習いではなく正式な隊員になります。ルーシー、今決断しなさい。あなたは高機動小隊隊員として危険を顧みず悪と戦う意志がありますか。なければ今すぐ市民生活へ復帰しなさい。意志があるのなら私たちはあなたを歓迎します。
しくお願いします。高機動小隊へようこそ。流した涙も凍りつく痛みも全てを掲げて胸を張りたい。どんなに小さな存在価値でもマスク前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所たどり着くは奇跡まで例え何が起きたって決して負けない。 We all go up 今描いている未来はそう変えられる。 We all go up さあ走り出そう想いの力で切り開け Get my dream。 右手に長です。心に陣に男都政の生きる道ってな。おい、いきなりどうしちまったんだジャック。なんかそういう男がいるらしいんだよ。渋いね。うん、でもなんだか悪者っぽいぜ。確かに。次回 F-0 ファルコン伝説サムライゴロー参上。君の心にブーストファイヤー。やあ、今日の F-0 ファルコン伝説は面白かったかな。今日は F-0 マシーンについて勉強しよう。重力子ジェネレーターを主動力とするグラビティドライブ、そして G ディフューザーで周囲の空間にフィールドを形成、自らを巨大なラムジェットエンジンと化し凄まじい速度を出すことができるんだ。あ、昔の自動車に似てるっていやいや全くの別物。 F-0 レースの真骨頂は時速2000キロ以上での超高速バトル。マシンが通過する時のショックウェーブを体験しに行こう。あー、でもチケットめったに手に入らないから無理かな。それではごきげんよう。